はい、おはようございます。速稼塾の方です。今回はね、堀江貴文さんのメールマガジン、有料メールマガジンの中から堀江さんの考える財政論をちょっと想像してみようかなと思います。こんな記事に対してのコメントがあるんですよね。解除宣言目安、東京で500人、政府報告、野党は首相欠席を批判、という、そういうふうな、ね、記事に対して堀江さんがこういうコメントを残してます。東京で500人という数を実現するためには無症状での PCR 検査の自粛でも求めなければ、寒さが和らぐ季節まで待つしかないだろう。となると期限は延長され、これ緊急事態宣言ですよね。こちらの延長、期限は延長されて、政府は飲食店などに対してさらなる保障をしていかなければならなくなる。最後、財源は大丈夫なのだろうかってことですよね。やっぱりね、今回の宣言に際して保証と罰則をセットで設けてますよね。要するに保証の部分です。飲食店は1日6万円ということですし、それから取引先の業者さんには最大40万円という保証ですけども、飲食店さんの取引先って食品の素材の納入業者さんだけではなくて、例えばホームページの運営会社とか、管理組合とか、それからあとはね、備品の調達もありますし、もしかしたらドリンクの取引先もあると思いますしね。その他エプロンの納品業者さん、さまざま多岐にわたるわけなんですよね。もしかしたら広告会社とかコンサルティングの先生とかっていうのも取引先にあたるのかもしれません。これ全てを保証しようと思うと、1日6万円の飲食店の保証に加えて、取引先1社につき40万ってなると、10社ぐらいの取引先って簡単に出てくるんですよね。ってことは1店舗あたり400万とか500万っていうのはすぐに弾き出されてきちゃうわけなんですよ。そのぐらい財源っていうのはすごくね、多岐にわたるんですよね。でここで堀江さんが財源は大丈夫なのだろうかということで言われてるってことは、多分これはあれなんでしょうね、 MMT に即してない考え方なんでしょうね、きっと。もちろん MMT っていう考え方を知らないとは思えない堀江さんなんですけども、今のところ堀江さんの口からね、 MMT について、考えが出たことは公にはありません。もちろんね、メールマガジンの中には Q&A コーナーっていうのがありまして、こちらの方ではちょっとね、今回はあるかないか控えさせていただきますけども、そういうことになってますね。ということは堀江貴文さんはこの文章だけ見て取ると、財源には限度があるというプールの発想なのかなと思うんですよね。ここだけ見るとですよ。まあこれはここで大丈夫なのだろうかという投げかけで終わってますんで、堀江さんなりのなんか考え方があるけども、現状政府はそういうふうなね、財源には限度があるから、どっかの財源を削ってこっちに持ってくるっていう考えしかないから、そろそろ考え方改めて MMT にした方がいいんじゃないのっていう投げかけかもしれませんけどね。どうなるんでしょうね。どちらにしても今回の非常事態宣言はとてもじゃないけど2月7日で終わるものではなくって、3月4月、場合によっては5月に食い込むんじゃないかなと思います。なんせですね、前回の非常事態宣言っていうのは出し抜きに行われましたけども、結構ね、今よりも症状が軽い状態、そして変異種なんてのが発見されてない状態での宣言であり解除でしたからね。で今回は限定的とはいえ、かなり前回よりも深刻ですから、それこそね、めっちゃくちゃになっちゃうと思いますし、失業者もバンバン出ると思うんですよ。だからどうするってことに私たちはなってきますけども、国が当てにならないってことはよく分かったと思うんですよ。もちろん国に頼れる部分がありますけども、あまりにも保障の範囲が狭い、そして自分に対しては何もないじゃないかって人が多いと思いますし、保証があったにしてもこんなんじゃ全然足りないよみたいなね、フラストレーションは大きいと思うんですよ。この中でやっぱり新型コロナウイルスとの戦いを挑まれるっていうのは、丸腰で最前線に送られるようなもんですよね。たまらないなと思いますよね。補給もないし援助もないし、終わりもいつになるかわからないと、そして見えない敵に対しての強大な戦いを強いられている、まさに南方戦線そのものじゃないかと思いますので、インパール戦線のね、二の舞にならないように日本政府には腹をくくっていただきたいと思いますけども、どうも顔ぶれ見てるとね、腹がくくれてるとは思えないというところでございます。皆さんどういうふうにお感じでしょうか。それでは以上です。